金沢市でレストランを経営するシェフの川本さん自身も被災した身でありながらおよそ3時間かけ避難所で炊き出しに当たっています避難所に山のように積まれた支援物資はいずれも個人や民間企業から送られてきたものだといいますが、うん、食べれるものが一個もないもん、ね バナナしかないよ。晩ご飯作る材料なんてほとんどないけど。こちらはすべて用冷蔵ですが、冷蔵庫がなく、すべて廃棄します。あの、のろとか、食中毒が一番気にしてるから、出したくても出せないでしょうね。うさらには、こんなものまで。これ賞味期限いつなんだろう。 あの一方的に置いていかれた支援物資もあり品質がわからないものもあることから扱いに頭を痛めていました現状ででは仕分けが追いいつかないですよねだからもう毎日たまっていく一方ですよ はい、このように活用できない支援物資が多いのだと言います。こうした支援が無駄になってしまっている現状に対して。愛知県清須市の会社が本当に必要な物資を届けるために活動をしています。昨日取材しました。愛知県清須市にある苔縄。小型の携帯トイレなど防災グッズの製造販売を行う企業です。その倉庫には。 衣類やマスク、お菓子に生理用品まですべて支援物資です全国各地から支援を希望される方の登録をいただきまして現地のニーズに合わせて必要な時、必要な場所に物資を送るっていう活動をさせていただいておりますスタッフはスマホを見ながら支援物資を詰めていきます このスマホに映っているのは、この会社が作ったデジタル大使館というサイト。被災者と支援者をつなげる、いわゆるマッチングサイトです。支援をしたい人は、水や食料など支援物資を登録します。登録されたものは一覧になり、自由に見ることができます。被災した人は、その中から欲しいものを選び、マッチングが成立すると、

1>, 1万7千点以上の物資が登録されました。代理で買って。このサイトを通して被災地のニーズの違いを感じたそうです。はいこ,こ,はい、こういったものも必要です。奥の島地域ですとまだまだこう被災状況がひどくてですね、断水停電が続いておりますので、そういった中では備蓄トイレであったりとかあとこまあこう。 衣服であったりとか、そういった食料品であったりとか、そういったものが求められています。一方、えー、まあ中野トであったりとか、まあエリアによりますけども、あの停電断水が、えー、まあこう復旧しつつある地域においては、やっぱり日用品であったりとかが不足しているってこところもあ。マクラカバーやペットフード、靴といった需要もありました。 このシステムにより被災者が本当に必要なものを届けることができるようになりましたが問題点もあります米として登録された物資を支援に送ってもらったところ実際は玄米が届いてしまったそうなんです ご支援のお気持ちは非常にありがたいですし、あの助かっておりますが、我々で精米をかけて送るとか、まあそういったこともしています。また被災地に輸送するコストも大きな問題です。だいたい300万ぐらいですかね。<え>あの自社であの負担しながら今運営しております。支援者からコケナワに物資を送るときは。 支援者に負担してもらっていますが、コケなわから被災地への輸送は会社が全額負担しています。持続可能なモデルを作ることが課題です。現金寄付金を、えー、弊社を介して、えー、まあ受け付けたりとかすることによって、えー、こたあの配送費の負担を軽減していきたいなと考えております。はい。まあ被災地にも物は送らないように。 仕分けする人でスペースの問題ミスマッチがあるということでやっぱり現金がいいよという話には今なってるんですがせっかくのものですからそれをなんとか生かそうというこのマッチングという試みですね。これは私は非常にあの必要だと思うんですね。はい、あの阪神・淡路大震災の時に一番よくテレビに映る西宮総合体育館そこにばっかり物資があの集中するんですよね。はいはい、で一時見に行ったら 淡路島の玉ねぎが山ほど積まれてるわけですよ<ー>確かに好意で送ってくださって嫌とは言えないわけですけども1箇所にそれだけ来てしまったら本当に最終的には泣く泣く処分せざるを得ないんですね,です,ねですからこういうところが入ってくれるっていうのはすごくありがたくておっしゃってるように義援金とかそういうものをですね配送に使えたらいいと思うんですけどね。ですねまあその 苔縄さんから被災地に送る、えー、配送料というのが苔縄さんの今負担これが大問題なので、はい、ここをまあ何とかクリアしなきゃいけないわけけですけれどもその,あの物を送ると同時に皆さんでこのお金を負担しましょうという義援金があってもいいと思うんですよね、はいまあ、ただ、支援という形一歩二歩進んでいる取り組みといっても間違い,ないですね,そうですねこれはすごく大事だと思います。